あ、こんにちは。陣内翔です。僕が養成所に入ったのは19歳の時で、4期生かな、本科の4期生なので、13年前ぐらいになりますね、僕は入学したのは。最初僕は、芸能界が何たるやってものは全くわからないまま飛び込んできたので、D-BOYSって知ってるっていうことをおっしゃられたんですね。カレッジの時に意識していたこと、途中でこれはお芝居の役に立ってるのだろうかっていう不安になる瞬間とかもあったりして、身になってるのかな、これ自分は芝居上手くなってるのかなっていう不安とかはずっと持ってましたね。僕は審査会で1位になったことがないんですよ。僕はこの学校で今の同級生たちと競わなきゃいけないけど、そこで1位になれなかったら俺は何のためにこの養成所にいるんだろうとか、僕もね、個性っていうのは全然わかんないんだけど、多分なんか人とちょっと違うことというか目立ちたいのか、そういうところが俺の個性だったのかなみたいな、真面目に見えるよって言われたとして、その真面目に見えることをマイナスと捉えるんじゃなくて、あ、今の芝居だったら真面目な印象になるんだなっていうプラスに捉えていく。いろんなね、役を僕も演じさせてもらってきたんですけれども、ほとんどの役が自分とかけ離れてますよ。だって自分じゃないんだもん。それがうまくいかないなんて当たり前。最初にそれできたらもうそこ卒業していい。俺が卒業証書あげる今から。それができなくて当たり前、そこ悩まなくていい。そのために学校入ってるから。人間っていろんな感情あると思うんですけど、喜怒哀楽、どの表現が一番難しかったり演じ応えがあったりしましたか？多分喜と楽が得意なタイプの人と、怒と愛が得意なタイプの人がいると思うんだけど、俺はね、嘘がつけないから、楽しいお芝居の時とかすごい苦手だったの。だって人前で楽しいふりするじゃんって、よぎるじゃんっていうので、コメディチックなことをやろうと、なんかコントみたいなことを作ったりした。そしたら本当に楽しかったから、嘘なく笑顔になるというか、あとは誰かと話してて心から笑えた時を覚えておく。オーディションの、その情報だとかお仕事の依頼だとかっていうのは、そのどこでなんかこう知ることができるのかなと思って。昔の経験談でいくと、俺はひたすら見に行った舞台とかで、例えばその演出の人とか制作してる方とかがいらっしゃったら、もう積極的に挨拶に行くようにしてて、よかったらもう今度出させてくださいみたいなのはいろんなところでやった。今は亡きね、稲川幸雄さんにも、いやもう俺も出してくださいみたいな、じゃあ面白いねっつって、じゃあ明日履歴書持ってこいって言われたから、ちゃんと履歴書持って行って、そういう感じでアピールしまくってて、なんかそういうご縁で一回稽古場にも遊び来いとかって言ってもらったり、怒りとか憎しみっていう演技をしてる時に楽しめない自分がいるんですけど、それがなんか正しいのか、もっとそれすら楽しめた方がいいのかっていう疑問があるんですけど、はい。じゃあ怒った芝居とかをしたあと、はいカットってなるじゃん、はいお疲れみたいな、その 0.1 秒後に爆笑してみたら、すぐチャンネルを切り替えて笑ってみると、その怒りの方に使った感情をすっとこう切り替えて、あ楽しかったって顔の変化で脳に思わせるっていう、お疲れ様でした頑張れ